村長ミュージックスタジオ、はい、皆さんこんにちは、村長です。先日発表しましたように、スタジオに通ってくれてるひまわりの方が初めてのですね、DTM の勉強をしまして、そしてこう集中でですね、頑張って3時間ぐらいでですね、僕も花丸合格をあげましたように、1曲をですね、仕上げるということができまして、皆さんも少し聞いていただいた方もいてると思うんですけれども、彼女のボビ録も兼ねてですね、全てをちょっと出せないところもあるんですけれども、彼女が頑張ったところを少しかいつまんでお話をしたいと思います。僕の胸でお休みという昔のかぐや姫の、歌なんですけれども、コード進行が楽ということもあって、少しですね、この曲を課題曲として、やってみました。一番初めにやったことは、そのソフトのコード譜を見ながら、入力したんですが、これ前奏の E のコードが2小節あるというところを今選択したんですけれども、ここですね、これちょっとあえて一旦消しますね。そして、今便利にですね、和音を入力できるソフトとして、こんなものを使ってまして、例えばこうやって和音入れてですね、5度の和音と言って、こうやってするとですね、コードが便利に入れれると。でこれがですね、初めはですね、E といったらシャープがたくさんついて、少し分かりにくいので、一応波長調、いわゆるドミソの和音を2小節入れました。それをこういうふうにドラッグするとですね、ここに入るんですが、この曲はですね、いわゆる4度上げの、歌で歌うので、これを修正しないといけません。これですね。でこの2つを選択しまして、1個2個3個4個これでですね、C が E に切り替わったわけですね。そして音を、どんなにしたらいいかなということで、もちろん彼女は今日ゼロからのスタートですので、音源を選ぶやり方も分かりません。そこからですね、スタートしまして、そしてこういうサンプルタンクという音源があるんですけれども、ここで、コーラス、これなんて書いてあるのかな、フレットレス、いわゆるフレットレスベースということですね。だからフレットのないような優しい感じのベースというのを、彼女がこのたくさんある中からこうこの音好きかなとかいう感じで、選んでですね、あとこう後で説明します。間奏のリードにはアルトサックスをこう選択したりとか、全て、彼女に、好きな音色を選んでいただきました。そしてですね、これを少し簡単に、聞いてもらいますが、こんな感じです。こんな感じで、75bpm というスピードでですね、全音符の優しいですね、ストリングス系と言ったらいいんでしょうか、バッキングを和音で、入力することをまず第一に、
覚えました。そしてですね、その次に、やったことはですね、まあ、ピアノなんですけれども、ピアノの、まあ、フレーズをこれがいいんじゃないかなというのをですね、ピアノのソフトの中から、選びまして、ピアノのね、こういうグランドピアノのソフトの中からこれがいいんじゃないかなとか選びまして、これをまあ全体的に使おうと。でサビのところはこんな感じのをまあ使ってみたら合うかなとかいうのも彼女がこうチョイスしまして、でそれをこう入力していったと。そしてですね、スタジオ1には便利な機能がありまして、先ほどコード進行を入れましたから、こう勝手にですね、上に、コード EAEB7EA っていうふうにですね、これを自動分析する、まあ、機能がありまして、それをうまく使って、それに追従するという、まあ、機能を使うとですね、これピアノと2つで聴いていただきますが、こんな感じに、打ち込みができます。はい、まあ彼女は本当にパソコンが苦手でですね、まあ、DTM もできるかなとこう不安に思っていたようなんですけれども、僕はですね、彼女の日々のレッスンをしている時に、まず第一にですね、音感がいい、そして自分の歌を歌った時に、自分が間違ったピッチというか音程ですねの時は自分が気持ち悪く感じて、もう瞬時に、その箇所が分かること。そして、小学生の前半に習ったと言ってるそのピアノがですね、案外こう鼻歌のように歌うとですね、指が勝手にこう動くというね、小学生の時だけやったっていう割にはなかなかの、まあ、いいものを持ってまして、僕は DTM っていうのは DTM の機能をいくら覚えてもですね、最終は音がいいかを判断できる能力がとっても大事だと思うんですが、そういうことに彼女の、まあ、特徴が見えたので、僕はできると思ってやってみないかという話になったわけなんですけれども、そして、その後ですね、今度はギターです。そしてパソコンは苦手という割にはですね、彼女の面白いところは、まあ、せっかちなんですね。まあせっかちですからね、こういうのでここにこう和音を入れていくんだよとこうするとですね、僕が横向いてる間にですね、もうパパパパッとこういうふうにですね、初め1回さえ教えたらですね、ジャーッとこう入れていくんですね。僕の「ああちょっと待って」みたいなねぐらい、案外せっかちなんですよ。でですからこれ基本的にはまあ、1番を入れて、そしてまたそれをコピペのようなことをしてですね、まあやっていくわけですけど、もうあっという間にこう入れる、それがですね、できるというかね、もう単純作業するのはめちゃくちゃ早いですね。でそういうところもあって、そしてギターが入ったと。じゃあギターと3つの音で、聴いていただきましょう。アルペジオどんなんいいかな、そして12弦ギターを今回は彼女はチョイスしました。
このように、3つの楽器が入ってきたわけですね。そして、最後に、やっぱりちょっと、まあ、サビぐらいからですね、ドラムが入ったらということで、次はドラムを入れる便利な、まあ、ソフトがこうありましてですね、これをするとどうなるかというとですね、ここでこうたくさんのこうパターンがありまして、こうやって画面見ていただいたらこう変わるんですね、こんな風な中からですね、まあ、一番この曲に合いそうなものを、まあ、チョイスして、チョイスしたらどうなるかというと、はい、ハンドクラップも少し入ったような音でですね、まあ、これがなんか一番合いそうだなって感じで、まあ、選んでいったと、これをですね、サビが始まるところから、ちょっと前半はね、ここ見ていただいた通り入れてませんが、そういう風にしていったと。そして最後は、まあ、彼女の本領のボーカルですけれども、ボーカルを入れた時にここ見ていただいたら、こうサビのところが大きく歌えてるんですね。これはね、今回この曲の E というキーはですね、女性、そして特に、まあ、彼女にとっては少し、低めで、低いところを「君の」ってこういう感じでですね、なかなか大きい声が出しにくいのでですねそのようになったと。そしたらですね、彼女は歌っていてて、こういうことを言い出したわけですね、歌いました、録音したままの状態です。こういうふうにですね、もうサビ以外のところはなんか聞こえないぐらいというね、こういう時に、まあ、活かせるのが DTM の世界ではコンプレッサーとか言って、まあ、あの小さい音を持ち上げて大きい音は抑えるという能力のあるこういうソフトウェアがあるんですけれども、それをまあ入れたらどうなるか、そういうね、結局は自分でこれなんかおかしいなと疑問に思うことによって、 DTM というのはどん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 、それじゃあこういうソフトがを勉強したらいけるよみたいなね、それを覚えていくことが DTM の一番の近道です。今聞いてて分かった方も、いや、何が変わったのか分からない方もいろいろだと思うんですけど、ひまわりはとってもですね、耳がいいので、今度はこのサビがさっきよりちょっと寂しくなったっていうわけですね、ここで使ったコンプレッサーというのは当たり前でですね、そうやって小さいところは上げるけど大きいところは押さえつけるというそういう特性を持っているので、彼女が感じたその何か迫力が欠けるというのはある意味当たっているわけですね。でそれを、まあ、そういう疑問が出たらですね、うちのスタジオにはいろんなソフトウェアがあって、その2つをこう入れながら、エフェクトをかけていくと、じゃあどうなるかというとこんな感じになります。さて変わってしまう、ここが自動に動いているのに注目してください。
さい時はこのボリュームがギュッと上がります。大きくなったらちょっと下げます。このようにですね、まあ、ボリューム自動ソフトとでも言いましょうか、こういう道具をですね、僕がやれと言ったんじゃなくって、彼女が疑問に思ったからこういうものを提案して、そして一緒になって勉強していくというスタイルでですね、仕上がっていったわけです。最後のところ、僕の胸でおやすみっていうところをですね、ものすごくためたいんだと。でも村長、 DTM でやるとそういうためとかできないですよねっていう話。いや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 、そんなことないよと、ちゃんとですねスピードはコントロールできるということで、まあやったのがこれです。このようにですね、ここちょっと分かりにくいのでかなり大きくしてみますけれども、スピード、通常のところは 75bpm なんですけれども、ここでですねスピードをちょっと徐々に落として、落としていってからまた上げるというような、こういうことが DTM の世界ではうまくできるのでですね、こういう機能をまた一つ覚えるということで、徐々に徐々にですね、まあ能力アップをしていって、まあ、今回ですね、約3時間ちょっとでですね、まあこんな感じにメモを取りながら頑張ってですね覚えていったということです。動画の最後にですね、この感想あたりから、感想は彼女が自分の手でこうキーボードを弾いて入力しました。今ここ画面に出てるところですね、こんな感じでちょっと大きくして分かりやすくしますが、まあ、こういうふうに、自分で打ち込んで、そして若干ずれたりしたところは DTM の世界ではクォンタイズといってですね、少し揃えるという機能があるので、そういうのもまた一緒に勉強して、そして、出来上がった曲です。どんな風にできたかというところを聞いていただこうと思います。おやすみ。道なのになんて寂しい。古いことは捨てて、僕の胸でおやすみ。僕の胸でということで、ひまわりが頑張ってですね、初の DTM に挑戦という、それを少しレポートとしてまとめました。村長でした。